神社といえばおみくじで、こちら厳島神社のおみくじも引いてみます。ちょっと変わったおみくじなんでね。500円出ました。おみくじの棒は抜けません。なんかね、こう棒を引くそうです。これおみくじの棒は抜けません。棒に書かれた番号でおみくじを引き出してからお取りください。おみくじを結ぶ場所はこの先曲がったところに。ということで、なんか4つこう置いてある、ね、おみくじもう引くの、もう引いてます。出てこない。どうするの、うん、あ、出た出た。いや、おみくじ、はい、出てきました。なんだろう、え、どうね、数字かなんかある。あったあった、はい、決めましたね。15番ね、15。おみくじの15番ということで、引き出しの15番あった。15番は2つあるね。こっち側にしてる。15番ね、15番。いっぱいあるけど、一番上から15番ね、15番。はい、いました。15番。うん。ミカグラの蝶。よくわかんない。大吉とかそんなんじゃないね。はい、厳島神社ちゃんと書いてある。おみくじ、これは先にいろいろ浮き観難ありといえども心身を尽くしてことなすゆえついによくならんとする心。なんか難しいね、これ古典苦手なの。わかりやすいのしかいらない。勝負ごと叶う、勝負ごと叶うだって。今年なんかね、勝負かけようかしら。好きな人に告白する。病気、おいおいと良くない。病気は、なんか病気あったら良くない。縁談よし、今年結婚かな。夏人来たり、家移りよし、引っ越してあるね。はい、南東の方よし。方角に良し悪しを決めるのはよくわかんないけど、はい、一応ね、厳島神社に行きましたということで、今一つなんかよくわからない感じ。普通のくじと違いすぎて意味がわからん感じです。